ロビン先生どこ行ったの？バチコ師匠も。ちょっと師匠、弟子が優勝しましたが、ロビン先生、手塩にかけた弟子。へい、うん、師匠、いるなてめえこの野郎。なんだあの1日目はポイントになる食材全部食ってどうすんだ。考えろっつったろ。あっちのアドバイス全無視しやがって。いや、全無視はしてない。ほんとお前はアホな弟子だよ。あ、よくやったな、イルマ。はい。イルマ、王冠どうした？あ、リード君が持ってっちゃって。取り返せ。はい。ほれほれ、鈴木イルマ14歳、収穫祭優勝、ランクダレス。